皆さんこんにちは、今日はですねストームフォール、クエストの方を進めていきたいと思います。よし、じゃあ10からいきましょう。どのくらい出せばいいのかちょっとわかんねえな。ここら辺まで来るとはい、今こんぐらいでね、襲撃を仕掛けましたので、ちょっと待ってみましょう。はい、結果を勝ってますね。でユニットの方はまあ多少ですけど、倒されたぐらいですね。 OK、 戦利品の方もなかなかいい感じでゲットできてます。それでは続き進めていきましょう。11攻撃、上の方が強いんで、でこのぐらいでもいけるんじゃない？攻撃的にはどうなんだろう。いけると思うんだよな俺。攻撃が950くらいで多分いけました、さっきも。その方多分変わんないでしょ。さあどうでしょうか。うっ、普通負けたし。マジか。これ何体かそうか分かんねえのか。あらららら、ちょっともう一丁いきますか。チクった今のは。いやこんぐらいいけば余裕でしょう。まあ多めにね出しとけばいいかな。まあ本当はギリギリで攻めたいんですけど、ということで、少し早送りしていきましょう。お、来た。 OKOKOK。 あ、全然だ。なんでさっきは。続いて12、とりあえず今度12ね。さあ攻め込みいってます。この間にちょっと城の方もね行きましょうか。待ちながらちゃっかり襲撃もう一回行っちゃうっていう、ちょっとデイリークエストもこういう時間に進めていかないとね。いやいい顔してるわいつ見てもドラゴンさんよ。お、勝利。ちょっともう1回ぐらい行きたいな。ちょっと最後これ13周させてください。がっつりゴー。もうちょい。さあここどうでしょうか。おお負けてるし。マジか。ちょさらに送ろう。ちょっとここは異難面。これでいいかな。ほい。ちょっと少なかったかもしれない。攻撃的なもんが。やっぱユニットがね、そこまでめちゃくちゃ俺いるってわけじゃないので、ちょっと無駄遣いをすると、送る、やつらがね、少なくなってしまうので。あ、勝ちました。OK。でも結構やられてるね。さあ、これだけ見ますか、最後。また負けたよ。やっぱちょっと少なかったよこれは。はい、まあしょうがないっすね。もう今度がっつり出しますんで。よっしゃー、よく戻ってきた。ということで、今回はストームホールやってきました。ぜひねこういう、MMO 戦略のゲーム、興味ある方は説明欄からダウンロードしてみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。